私この人に嫌われてるのかなって思うことありますよね。そういう時にそこをすっごく気にしてですね、くよくよしたりとか悶々としたりとか、何かこう考えたりとかしてますか？そういう方がですね、楽になっていただけるお話をしたいと思います。まず最初にお聞きしたいのが、あなたは誰か嫌いな人がいますか？あなたはあなたの日常、人生の中で関わってる人たちね、いろいろたくさんいると思うんですけども、その人たち全ての人をあなたは好きですか？嫌いな人いませんか？その嫌いっていうのはいろんなパターンがありますよね。まず一つ目は、人間っていうのはどうしてもですね、生理的に無理っていう人がいるんですね。そして次に、話がなかなか合わない、噛み合わない、なんかこの人と合わないな、だからあんまり好きじゃないな。あとはですね、見た目がですね、どうしても自分の好みじゃない。そして他にもね、まあいろいろあるんですよ。人が他人を見た時に、あ、なんかこの人あんまり好きじゃないなとか、まあ、嫌いだなって、そう思うことってありますよね。それはあなたもそういうことがあると思うんですよ。ということはですね、人間には誰でもそういうことがあるんです。それはですね、悪意じゃないんですよ。人間だからそういうものはあるんですよね。だからあなたが関わっている人たちもみんな同じなんですよ。だからあなたが例えば会社、学校に行ってる、その時にそこにいる人たちが何を感じてるかってことなんです。そこにいる人たちもみんな、その周りの人たちに対して、あ、この人とはちょっと馬が合わないなとか、あ、この人ちょっと生理的に無理だなとか、あ、この人なんか見た目あんまり好きじゃないなって、みんなですね、一人一人がそういうことを感じて人間関係があるわけなんですよ。でももちろんね、その中で、あ、この人すごく馬が合うなとか、あ、この人の見た目すごく好きだなとか、この人の生き方すごく尊敬できるなとか、とにかくこの人好きだなと思う人ももちろんいるわけなんです。だからあなたがですね、誰かから嫌われてる、その相手から嫌われていることがすごくなんか気になっちゃう。私のことを嫌いなんだこの人、あ、なんかそんな感じがするなって、そこをですね、気にしなくていいってことなんですよ。だって自分だってそういう人がいるわけなんで。で、たまたまその自分が今気にしてる相手はですね、自分がこの人からは好かれたいと思ってるから気になってるわけなんです。自分はこの人から好かれていたい。でもこの人なんか私のことあんまり好きじゃなさそうにしてる。あるいはですね、もう一つあるんですけど、自分がその人のことをそこまで別に好きでもないんだけど、その相手が自分のことをなんかね、なんかちょっと無視してる感じがするなとかね、なんか冷たい感じがするな、なんか私のこと嫌ってんのかなって思った時に、自分のプライドが傷ついてる方もいるんですよ。自分のことをないがしろにしてるとか、なんか下に見てんじゃないのこの人とかね、なんかこう邪険に扱って、なんかムカつくっていうのは、自分のそのプライドが傷つけられてるからっていうこともあるんですよね。自分はその人のこと別にそこまで好きじゃないのにっていうこともあるんですよ。でもその一つ一つのこの人、その相手が自分のことをどう思ってるかっていうことはですね、一切気にしなくていいんですよ。みんなそれぞれですね、好き嫌いがあるんですよ。みんなそれぞれ 100% の人のことを好きじゃないんです。みんな自分だって 100% の人のことを好きでもないのに、自分のことは 100% の人から好かれたいと思ってるんですよ。その好かれたいと思ってる人が悩んだりムカついたりしてるってことなんです。まあ、私もですね、昔はそうでしたね。なんか、なんでこの人こんな風に私のね、なんかこう態度取ってんだろうとかって、いちいち気になる人間だったんですけど、ある時今日お話ししたことに気づいたんですよね。いや、私だってそういえば好きじゃない人いるなとか、私もあんまり話したくない人いるなって、そうした時に、あ、これってみんなそうだよなと思ったんですよ。じゃあみんなそうなんですよ。人間みんなそうなのに、なんか自分だけは、ここに100人いたら、100人の人から自分が、すっごくね、あ、この人好きだなと思ってもらいたい。すごくいい感じで接してもらいたいと思ってたんです、昔は。いや、でもね、そんなことね、ありえないんですよ。人間には好みがあるんですね。で、こう、肌感覚だったり、生理的なことだったりがありますんで、みんながみんなを好きなわけじゃないんですよ。それをですね、どうかちょっと気づいていただけたらですね、
あ、そうかって、じゃあ私だってね、そうだから、じゃあ周りの人もそうなんだなって。それでたまたま、じゃあ自分がずっとこう引っかかってたその相手ですね、 A さんという人がいた時に、この A さんはたまたま私のことが何かしらの理由で好きじゃないんだなって、生理的だったりね、話が合わないと思ってるとか、肌感覚だったりとか、見た目とかね、まあいろいろ性格的なものだったり、私のこの生き方だったりとかね、いろんなその私に対するこの要素のどれかしらで、いや、あんまりこの人はと思ってるんだなと思っとけばいいだけなんですよ。どうしてもですね、いやいや、この人にも好かれたいんです、こっちの人にも好かれたいんですと思う方はですね、じゃあ自分はですよ、自分も、じゃあ周りの人すべて100人いたら100人の人を大好きだと思えるんですかって、そこをですね考えていただいたら、あ、それはちょっとできないな、あ、そしたらじゃあ私のこともそういうふうに思う人もいるんだなと思ってみてください。そしたらですね、もう人からどう思われてるとか、なんか嫌われてる感じがするっていうことを一切気にしないで、もう自分軸で、もう自分が今日一日を楽しむ、もうそこに集中してですね、他人のことは気にならなくなって楽しい人生になります。私もそうやってね変われましたんで、まあ、ぜひそういうふうに考えてみてください。では今回もありがとうございました。